士隊隊長トレビル殿だ。おお、あれが獣士隊最強の剣士三獣士だ。わあ、ルイ国王の近衛獣士隊だ。かっこいいな。俺、大きくなったら獣士隊に入るんだ。俺も絶対獣士隊に入ってみせるぞ。パリに旅立つ息子へ、父から選別の言葉だ。何があろうと勇気を持って行動するんだ。そして友情は大切にしろ。友はいつもお前のそばにいてくれる。これだけは心しておけ、ダルタニアン。分かっています、お父さん。また獣士隊とリシリュース卑怯の護衛士との決闘だ。頑張って三獣士。三人の五人がかりとは、しかも一人は怪我人じゃないか。なっ無様な。この前の決闘の傷がまだ癒えていないようだな、アトス。こんな傷など痩せ我慢などしなくてもよいように、今楽にしてやるよ、アトス殿。なんだ誰だ貴様。このガスコーニーのダリタニアンが相手だ。来い。ガスコーニー小僧、田舎憲法がこのパリで通用すると思ったら大間違いだ。覚えていろ。よくアトスを助けてくれた。なかなかの腕前だ。いえ、怪我人をいたぶる連中を見過ごせなくて。礼を言わねばな。ありがとう。ああ、名は何と言ったかな。ダルタニアン。ガスコーニのダルタニアンです。彼らの名はアトス、ポルトス、アラミス。ダルタニアンが憧れる獣士隊で、人々から三獣士と呼ばれる剣の達人たちでした。リシリュー枢機卿の護衛士たちをダルタニアンと三獣士が打ち負かした話を、獣士隊長トレビルから聞いた国王ルイ13世は、早速彼らをルーブル宮に呼んだのでした。この者たちが護衛士たちよ。なんと小気味のいい。いや、喧嘩はいかんぞ。が、これからも私のために働いてくれ。はぁ、リシリウメ、どんな顔をしているやら。まさかこんなにご褒美の金貨がいただけるとはね。そしてこれは私からだ。荒くれ護衛士どもから獣士隊の誇りを守った褒美だ。よくやったぞ。ありがとうございます、隊長。獣士隊の誇りか。そして
これは我らの友情の証だ。な、ダルタニア。ああ、そうとも。ダルタニアンがパリへやってきて数ヶ月が経ちました。そんなある夜のことです。アヌ王妃様、このようなところに来てはいけません。あなたにどんな危険が及ぶか。その言葉だけでもここまで来た甲斐がありました。それにこうしていると、あなたがまだスペインにいた頃を思い出します。あの幼い日の私とあなたを。バッキンガム公、でも今の私はフランス王妃、アンヌ王妃。これは私がスペインから持参した首飾りです。このスペインの涙をお持ちください。これを私だと思って。アンヌ、アンヌ王妃がイギリスのバッキンガム公と密会だと本当か、ミレディ？はい、確かでございます。まさかアンヌ王妃が敵国イギリスと内通しているとは好都合な話だ。これで格好の口実ができたわい。国の実権を握る枢機卿のリシリューはスペインから嫁いできたアンヌ王妃を嫌っていました。そして何とか王妃をフランスから追い出す手を考えていたのです。生意気なスペイン女め、今に痛い目に遭わせてくれる。そして何週間かが何事もなく過ぎました。ですが怪しい影は密かにうごめいていたのです。ダルタニアン様、おやすみなさい。コンスタンスさん、お待ちください。ダルタニアン様。コンスタンスさん。ダルタニアン様、どうしたんです？何かあったんですか？ダルタニアン様、あなたを騎士と見込んでお願いがあるのです。なんなりと。あなたのお役に立てるならばそれに勝る喜びはありません。実は王妃様の一大事なのです。王妃様の？何を考えているのだ、アンヌ。いえ、今度の舞踏会に何を着ていくか考えていただけです。うん、そうか。ではその時にはぜひスペインの涙をつけてくるように。あの首飾りを。そうだ、そなたの自慢のスペインの涙を見てみたいと、どういう風の吹き回しかあのリシリューが申してな。リシリュー殿が。当時フランスとイギリスは敵対関係にありました。そのイギリスの貴族であるバッキンガム公とアンヌ王妃が二人きりで会っていたことが国王に知れれば、王妃はどんな重い罪に問われるか分かりません。何か不都合なことでもあるのか？いえ、陛下のご命令であれば。うん、では約束したぞ。リシュリューはバッキンガム公と私のことを知っているのだわ。まさかあの首飾りを城だなんて、一体どうすれば。王妃様が首飾りをお持ちでない理由を国王陛下がお知りになったら、王妃様の身にどんな辛い仕打ちが。わかりました。私がイギリスに赴き、バッキンガム公からダイヤの首飾りを返してもらってきましょう。この私にお任せを。ダルタニアン様。これは失礼。ありがとう、ダルタニアン様。何？イギリスだと？はい。パリからイギリスのロンドンまではかなりの距離だぞ。それを1週間後の舞踏会までに戻ってこなければならん。
聞こう。はい。ガス購入出身は頑固者が多いな。トレビル隊長殿、行ってこい。必ず庵野王妃の窮地を救うんだぞ。はい。庵野王妃がイギリスへ使いを。庵野王妃、またも私に立てつく気か。ご心配はいりません。私たちがその使いの者を仕留めてみせましょう。ダルタニアン、どうしてここに。旅に出るのかい、ダルタニアン。だが物々しい旅支度だな。水臭いぜ、ダルタニアン。隊長から連絡があったんだよ。隊長が。ダルタニアン、我らは君の友人だ。友が友を助けるのは当然のことだぞ。そのメダルのもとに誓ったのだ。重大な使命を帯びたダルタニアンと三銃士はイギリスへと旅立ったのでした。ルトスの胃袋は鋼鉄製だな。ではルイ国王の健康を祝して。ルイ国王だって。はて、このフランスに枢機卿殿の他に王だと言いましたかな。なんだと、ルイ国王陛下を侮辱するか。やめろポルトス、この酔っ払いめ。なんと、それは聞き捨てならん。誰だお前たち。ここは俺に任せろ、ダルタニアン。ポルトス。ポルトスの言う通りだ、行くぞ。分かった。ここからは一歩も進ませんぞ。おい君たち、人の長靴を汚して一言もなしか。走れ。アラビス、ダルタニアン、走れ、走るんだ。よし、奴らを追うんだ。待て。私の長靴を汚した霊は高く飛ぶ。ポルトス、アラミス、二人とも無事だろうか。あいつらだって三銃士と呼ばれた強者だ。心配はいらんさ。ポルトス、アラミス、無事でいろよ。あなただけが私の味方ね。いいえ、王妃様の強い味方は今頃イギリスに向かっておりますわ。ありがとう、コンスタンス。よくお休みになられましたか。これが宿賃だ。釣りはいらん。さ、早いとこイギリス行きの船に乗り込もう。はい。これは偽金だ。何？偽金使いだ。誰か捕まえてくれ。妙な言いがかりはやめろ。よせ、ダルタニアン。構っている暇はない。急ぐぞ、イギリスへ。まあ、物騒ね。敵国のイギリスへ行く気？
何者だ、あなたは。残念だけど、今朝の9時で船はすべて出港停止よ。9時だと。ダルタニア、逃げろダルタニア、早く。アトス、すまない。ダルタニアンはロンドンにあるバッキンガム公の屋敷へたどり着きました。まさか私のためにアンヌ王妃が辛い目に遭われていようと。それではこれはそなたの手から王妃に返してくれ。くれぐれもよろしく頼むぞダルタニアン。はい、命に代えても。そして舞踏会当日を迎えました。王妃様、馬車の用意ができました。信じましょう、アンヌ王妃様。今晩は盛況で何よりですな。なかなかの舞踏会だろ。まことに。ところで王妃様は。なに、もうすぐ現れよ。ご夫人は支度に時間がかかるものだからな。ですが陛下、もし王妃様がスペインの涙をつけずに現れましたら、ぜひその訳をお尋ねください。よかろう。まあ、王妃が私の命令に背くようなことはないと思うがな。つけてこられるものなら見たいもの。抜かりはないな。お任せください。友はいつもそばにいることを忘れるな、ダルタニアン。父さん。ただいま、アンヌ王妃が到着しました。そんな。バカな。なんと美しい。コンスタンス。ダルタニア様、ありがとう。
私だけの力ではありません。友の助けがあればこそ。お友達が。はい、かけがえのない友です。素晴らしいお友達をお持ちですね。そのお友達は皆、私をイギリスへ向かわせるためその身を犠牲にして。そうですか。よう、ダルタニアン。ポルトス、アラミス、アトス。ダルタニアンと三重士の活躍で枢機卿の罠からアンの王妃は救われました。この後もダルタニアンと三重士の活躍は続きます。